触媒がいいかな。さて、どれを使おうかな。とにかくたくさん拾うことだね。錬金術師は欲張りでちょうどいい。よし、ちゃんと覚えたよ。
リリー、重くないか？荷物持ってやってもいいぜ。マティアスだったら女の子にはすぐそういうこと。これでいいかな。これが狩りを追い払うための道具ですか。私たちが考えた火竜を追い払うための切り札なんだ。それさえあればきっと火竜も。クーコちゃんお願い。わかりました。それでは行ってきます。クーコ頑張ってください。一発ぶちかましてやれ。いいじゃねえか。滅びゆく世界を救ったんだ。二人は間違いなく救世主だと思うぜ。そうだよ、フーコちゃんの故郷を守るんだって頑張ってた二人、かっこよかったよ。そうですか。救世主か、なんだかくすぐったい。救世主の二人に僕からの贈り物です。僕の宝物ぜひ持って行ってください。あ、これ色は違うけどあの石みたい。これで3つ目。フーコ、素敵な贈り物ありがとね。さて、これで一件落着のようだね。ええ、調査もこれくらい済ませれば十分でしょ。そろそろ戻りませんか。そうだね。今度の世界もとっても楽しかった。あ、みんないなくなっちゃうんですか。僕ちょっと
寂しいです。大丈夫だよ、ブーコ。私たちまた絶対遊びに来るからさ。本当ですか？絶対ですよ、約束ですよ。うん、約束。それじゃあ風花ちゃん、またね。二人とも、絵の世界はとても面白かったよ。それに、君たちのことも見ていて楽しかった。え？私たちを見てて楽しかった？ああ、苦境に立たされても屈することなく前を向く姿、そして他者を思いやるその姿勢。まだ。まだまだ未熟ではあるけど、錬金術師として必要なものは備えているみたいだね。はあ、褒められてるのかな。ああ、僕がここまで人を褒めるのは珍しい。よければこれからもよろしく頼むよ。僕ができることならいつでも手を貸そう。もちろん絵の調査以外でもね。いや、構わないよ。常に同行していれば、君たちのことをたくさん観察できるしね。え？観察？乙女を観察しようだなんて、アルトさんのスケベ！別にそういうわけじゃない。ただ僕は、アルトさんもスケベだったなんて。男の人ってどうしてみんな。だから違う。おい、話を聞け君たち。おい！姉貴、装置の分析結果が出たみたいだぜ。ありがとう。見せてもらえる？むっちゃ、これはひどいわね。困ったな。これじゃ思ってたより早く。何かしら対応を考えなくちゃね。頭痛い。こっちの世界にも救世主ってのが現れないもんかね。
第6話、いにしえ。